さあ、渡りに到着しました。はい。渡りは5年ぶりですか？渡り5年ぶりです。車でたまに通ったりしてますけど、はい、ちゃんと立ち寄るのは5年ぶりだと思います。はい。ここ覚えてますか？覚えてます。全然覚えてなかったよ、最初。どこだっけ？覚えてる手にしてみたけど、中に入って近づいたら分かった。道も迷っちゃってね。そうね。それはやっぱね、いろいろね、5年も経ってば記憶もね、更新されてるので、風景も変わったんじゃないだって、もしかしたら。ね、そうです、そうです、そうです。はい。ではですね、はい、淳さんの会いたい佐藤範明さんに会いに参りましょう。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そうそう、覚えてる。はいはいはい、はい、お邪魔します。こんにちは。こんにちは。いくらテリス。はい、お久しぶりでございます。はい、お元気にされていますか？おお、まあ、よく分かるなと。分かる、はい、そうなんです。時が経って分かりました。はい、あの、この木の匂いを覚えてます。あーと、はい、お元気そうで。はいはい、はい、よかったです。今日はお友達を先発で、としろくんと。あー、はい、初めまして、としろと申します。はいはい、どうも。今回は、あつしの、お昼ご飯見せてくださいっていう番組なんですけど。あー、そうなんですか。はい、まかないを、はい、はい、お昼ご飯を見せていただけたら。はい、船が、あ、そう、すごい。そう、これはお刺身用のやつですか？そう、昨年は、なんだ、郡山の人と、あとは茨城の人だな。こいつ郡山の、郡山の人。すごい。うん、これが茨城の方。あ、茨城。僕茨城なんですよ。おお、茨城からわざわざこのフリエイさん来て、それでこれ語ってやから見て欲しくなったんだけど、これではお祭りを私作ったやつって。え、これ、はい、お父さん。うん、これすごい。どんぐらいかかるんですか、作るの？最近なの、何もかかってもな、2ヶ月ぐらいかかる。2ヶ月、うん、作れちゃうんだ、これ。あれ、復興マラソンの時、あそこだ、こいでた、大好き。今日、淳が1台買ってくって言ってる。今、絶対そうだ、そうだ、今、値段一番大きい、一番大きいな。これ、値段は聞いてないし、ね、それはもう、あの、車売ってけばいいんだよ。そうだね、うん、船で帰れっかな。船で帰れるよ。ちょっと小型すぎない？これ、行けます？そう、全然、太平洋。全然。77.1